みんな準備できたわね。それじゃあ改めてバブリーランドでフィーバーよー。ってなんで水着なんですか。そりゃだってプールリゾートだもの。ディスコもサテンも水着での入店 OK。 気分も上がるわよ。スケゾーちゃんは本当に水着買わなくてもいいの。はい、スクミズはすっごく丈夫ですから、全力で泳ぎまくるにはもってこいなんです。そっか、それなら目いっぱい楽しまなくちゃね。どうしよう、これじゃあトレーニングなんかできないよ。っていうかグラウンドも見当たらないし、周りのお客さんもただバブリーランドを楽しんでいるようにしか見えないし、コンディションを直せるってどういうことなんだろう。スペちゃん、あのね、ここでするべきことはね、走ることじゃないのよ。走ることじゃない。だったら一体。踊ること。よーし、スペちゃん、あの高い台で一緒に弾けよう。あそこってお立ち台ですよね。私にはちょっとそのどうすればいいのかわからないですし。大丈夫、踊ってるうちにどうでもよくなっちゃうって。きっと楽しいよ。カルゼンさんもね、今日はスペちゃんに思いっきり遊んで楽しんでほしいって言ってたし、だからほらゴーゴー。ほらほら、スペちゃん騙されたと思って踊ってみましょう。ティラミスの食べ放題タイムが始まります。皆様、ふるってご参加くださいませ。ティラミスの食べ放題タイム？